デビットさんは、なぜか暗号の顔をしていますが、日本語がペラペラです。でそこで秘訣、どうしてそんなにペラペラになったのか知りたいなと思って、ちょっとインタビューしてみたいと思います。デビットさん、こんにちは。どうもデビットさんは日本語がすごい上手だなと思ったんですけど、どうやってスピーチしたんですか？はい、私は日本生まれで、日本で育ったんですけど、まあ、日本人の子供と同じように友達と遊びながら、とか日本語を聞きながら育ったんで、普通に自然に日本語を覚えたのがやっぱり日本語なんですけど、やっぱり外国語、日本語であれ、英語であれ、何の日本語を勉強していくのも、やっぱり子供のように覚えるのが一番子供のように覚えるっていうのはやっぱりまずは日本語を聞くことが、まあ、子供は私も3人ぐらい聞くんだけど、毎日こんな若い毎日やっぱり子供を聞くことで、やっぱり子供はこう話し始めるときはやっぱり子供間違えることを恐れない、でもうとにかく話してみる、とにかく話してみる、間違えることを恐れない聞いたのをやっぱりその聞いた言葉をまず自分で話してみる、で耳から入るんですか？耳から入った言葉を自分でまたこう親である友達と話す、そういう聞いた言葉を自分で使っている。なるほど。で使いながら、まあ、子供も最初はあまりよく話せないんだけど、練習してるといううちにどんどん上手くなる。はい。だからやっぱりまずは聞いて、聞いたのをすぐ自分でまた使ってみる。それがやっぱり一番上達のコツ。上達のコツかな。すごいですね。わかりました。そう、まず耳で聞いたことを間違ってもいいから使ってみる。その繰り返しだそうです。頑張ってください。デビットさんのようにみんなもいつかなってください。何か励ましのメッセージを日本語を学習していく。そうですね。日本語は日本語はやっぱり難しい、結構難しい言語なんで、たくさん練習しないとよくならないと思うんですね。だから日本語を使うのは、とにかく練習、使って、そのうちに。頑張ってください。練習。